はい、こんにちは。またお目にかかりましたね。さて今日は何をするかというと、ビートルズが公式で発表した全213曲、それとビートルズが解散した1970年以降の発表された音源23曲、合わせて236曲、その音源を1曲ずつランダムに紹介していきますね。ゾクゾクしますね、ワクワクしますね。さあ、あなたもそのビートルズ世界に入ってごらんなさいね。さあ、今日1回目最初に紹介する曲は1968年アルバムザ・ビートルズ、いわゆる真っ白なアルバム、隣にもあるけどもホワイトアルバムに収録されているオブラデオブラダ。まずタイトル、このタイトルいいね。非常になかなかリズムキレがあっていいですね。これはポール・マッカートニーの友人のナイジェリア出身のコンガプレイヤー、これがジミー・スコットっていう人物がいて、彼の口癖がそのままタイトルになって、でオブラでオブラだ、これ昔の薬師丸ひろ子さんが出てたチャン・リン・シャンに似てますね。響きがいい、響きがいいのが私はその曲の、あとリズムもすごく非常に気に入ってる。なぜかというと、これは初めてビートルズがスカのリズムとレゲエのリズムを合わせ持って一つのロック、ロックなんだけども一つの楽曲にいろんな要素を含めた、いろんなジャンルは特にスカとレゲエを組み入れた楽曲、曲になってますね。これがこの曲の一番の魅力、子供でも楽しめる、そういう楽曲になってる。で、もう一つ、この曲は歌詞にも注目してほしい。デズモンドという男の人とマオリーという女の人、2人が結婚します。結婚して幸せな家庭を持ちます。なんとエンゲージリングがダイヤモンド、いいですね。きらびやかなダイヤモンドリング、私も欲しいです。で、そのダイヤモンドリングをプレゼントしてあげた。オブラディオブラダ、人生はまだまだ長々長く長く続く。で、2人には子供がいた。この2人の子供はずっと手を取り合って遊んでる、そういうほんわかな、ほんわかな雰囲気の家庭、理想的な家庭じゃないですか、あなた。そうでしょ。そういうのを描写した歌詞になってるんだけども、実は実はオチがついてる。これはなぜかというと、3番の歌詞の中でデズモンドが市場に行ってモリーはお化粧をするというのが正しい歌詞なんだけども、デズモンドがモリーが入れ替わってる。3番の歌詞で実はモリーが子供たちを手を取って、そして、市場に買い物に行く、でデズモンドがお化粧してるっていう歌詞になってる。これはなぜこんなことが起きたか、あなた分かりますか。これは実は本番のレコーディングでボーカル担当のポール・マッカートニー、この曲はポール・マッカートニーが作りました。彼はストーリー性のある曲たくさん作ります。物語帳、小説読んでる感じ、そういうのが得意でした。ところがレコーディングする際にデズモンとモリーの順番を間違えて歌ってしまった。間違って歌ってしまったために男女が逆転します。入れ替わりますね。するとどうなるか、デズモンドがお化粧をしてまるでオカマみたいに新宿のオカマバーにいるような感じになってしまってる。ただジョン・レノンは入れ替わって面白いオチがあるというので結局取り直しせず OK テイクとしてそのまま使われるようになりました。これね、面白い考えだね。ビートルズのいいところというのは、そのアイデアがいいと思ったらよしやってみよう、賛成してくれるんです。民主主義的なやり方、これがビートルズのうまくいった成功した秘訣だというふうに私も思いますね。聞いてみてください。ほっこりとした歌詞、そしてリズムもスカ、そしてラップの要素も入ってる。ポールのボーカル、これもいいね。ね、そしてイントロのオルガン、このピアノ、これはジョン・レノンがもうレコーディングに嫌気がさして
やけこすると弾いたあれがイントロになってるもう、ね、そういうことをするのがビートルズ。ビートルズ面白いね。ね、聞いてみてください。さあ、あなたもあなたもこの曲の虜になりますよ。ではまた次回いろんな曲紹介していきますから、次回の動画にご期待ください。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。